はい、こんにちは、カズボウです。ドラゴンクエスト、モンスタージオカ3プロフェッショナル、続きをやっていきたいと思います。今回はですね、久々のストーリー編なんですけど、バージョンがね、1.2 に上がりました。ということでね、1.2 に上がったということは何ができるかというと、大の大冒険コラボがね、できると。なので、早速ディスクを手に入れました。はい、ゴメちゃんのマップ。これはね、ゴメちゃん。はい、ゴメちゃんを倒しましょうということで、どのぐらい強いのか。これね、いましたね、ゴメちゃんね。なので、このままでいいかな。とりあえずはいろいろ入れたんで、ゲマとか作ったんですけどね。これも対戦でやろうと思ってね。まあ、作ってた感じなので、やってみましょう。おお、すごい。ゴメちゃん、チウ。ブラスじいちゃんがいる。やばい、懐かしいな、これ。ね。身代わりでいいか。あ、身代わってくんだ。あ、やっぱり硬いんだね、ゴメちゃんはね。お、身代わりと捨て身をやってくる。ステルスアタック。はい、身代わり貫通。はい、アイアンゲーザー。逆にでかくした方が良かったんかな、これは。まあ、ね、1枠なんでね、そんなにね、火力は高くないですけどね。まあ、時間かければ倒せるかなっていうね、パーティーですね。で、相手も特殊だと思いますね。ザラキ使っていくんだ。でも、いろんなの使っていくの分かるからいいですよね、これね。神獣の応援。応援してきたんだったら、ここも攻撃行こうかな。はい、では行きます。お裾分け。身代わりやってきますけど、凍てつく波紋とかね、使えばね、いいので。あ、行けますね。マヘアデドス。アケンシピサル優秀すぎますね、これね。はい、ゴメちゃんのディスクプレゼント。ゴメちゃん、DQ、ドラクエ30周年スペシャル。神々の力なんかついてますね。スペシャルなんかな ?SP なんかな、これは。とりあえず使ってみたいな、これ。ゲマと入れ替えようか。はい、ゴメちゃん、スライム系ですね、やはりね。スライムファミリーの下に出ました。ランク SS。ハードメタルボディですね、やはりね。超ハードじゃないんだね、これね。守備力と素早さがもう1500マックスですね。なので、賢さも高いんで呪文も使いません。攻撃はね、その代わりね、できないので、まあできないというかね、攻撃力が低いので、まあ守備力と素早さをね、活かした感じで戦えばいいかな。だから先ほどのね、身代わりとかもいいですよね。スキルゴメちゃん。これも見ましょう。HP も1080あるんですね。なかなかすごいですね、これね。もう超ギガボディで超高度速いつくんですね。大の友達が欲しいという願いを受けて生まれたモンスター。獣王遊撃隊の隊員でもある。配合なし。ゴメちゃん。来ました。独特ですよね。なんかね、絵がね。すごいですよね。なので、スキル見ましょう。720種類になっちゃいましたね。はい、ゴメちゃん、スキル。とりあえずね、まあちょっと振ったんですけど、お、光の波紋、魔法ターン、パルプンテ。お、自動 HP、MP 回復両方ついてますね。しかも光の波紋もついてすごいね。リザオラルもついてるし、ギガタメトラついてる。あと光カードプラスもついてますね。メガザル、星の奇跡なんかもつけます。魔法ターン、パルプンテ。すごいね、これね。まあ、30周年スペシャルは前からあったので、まあ、ここら辺はいいとしてね、これね、新しいスキルなのでね、これは使えると思いますね、ゴメちゃん。とりあえずは、まあ、特殊なので、まあ、全部回復と、まあ、真ん中の体勢全部弱点ですけどね。休み以外全部無効ですね。はい、じゃあね、合体見ましょう。合体ゴメちゃん。合体特技。宇宙の奇跡。
味方全体の、全部ですね、攻撃、守備力、素早さ、賢さを5ラウンドの間上げると。でね、合体特性、神の涙。これは、そうですね、ゴメちゃん特殊かな。死んでしまっても1回だけ HP が半分の状態で復活する。だから落ちても大丈夫。身代わりで落ちてしまっても勝手に復活するってことですよね。これって何なんだろう。あれと併用するのかな。例えば根に持つタイプとかつけても、1回落ちて1回って次のね、まあやられた時に発動したりするのかな。はい。ではね、いつも通りカラーリング見ましょう。お、赤ゴメちゃん。もうすごいね、これね、全部変わるね。これゴールデンメタルスライムでしたっけ？確かそれでゴメちゃんなんですよね、確かね。だったと思いますけど。これ昔見てましたからね、自分もね。緑色。おー。全体的になんか色変わるみたいですね。ピンク色。はい。黄色だとね、あまり変わらないですけどね。もともとゴールドなのでね。まあ、イエローメタルみたいな、そんな感じになりますよね。はい。スライム色ですけど、やっぱりね、メタリックなのでね。なんか輝いてますよね。あとは、青。はい。こっちの方がなんかスライムっぽいですよね。はい。お、なんかこれいいね。ブラックゴールドみたいななんか感じですごいね、これね。あ、これいいわ。かっこいいわ。白。こんな感じです。なんで一回ね、まあどんなもんかね、戦ってみましょうか。はい。ではね、ゴメちゃん、乗ってみましょう。まあ乗ってみましょう、きついか乗ってますけどね。はい。ゴメちゃんをね、とりあえずね、レベル上げました。これね、スピード、素早さアップ SP つけたんですけど、これ、守備力でもいいかな。まあ攻撃もできるゴメちゃんですね。身代わりもできるし、攻撃もできる感じ。なので、素早さ系の攻撃にしましたね。対戦ではね、また変えるかもしれませんね。まあ、完全に固めて、アイアンゲーザーで行くかもしれませんしね。まあ、どっちもできるって感じですね。なので、戦ってみましょう。こういうね、嘆きムーンがいるんでね。ライト合体。いきます。おー。装備品つけたらね、またさらに強くなりますよね、これね。命令。宇宙の奇跡からやってみましょうか。お、悪夢の呼び声行きましたね。星降りの3番。まあ、AI 設定してないですからね。強いですね。おお、素晴らしい。だから要は今は、悪夢の呼び声行きましたけど、まあ、これ AI 設定で、はい。今、設定しました。設定して、ワールドをね、合体したことによってね、ワールドがね、悪夢の呼び声使えるんでね。まあ、使った感じなんですけど、素早さとね、守備力が高いんでね、どっちかって言えばね、まあ、星降りのサンバとアイアンゲーザーなんですよね。あんま変わらないですけどね、まあ、こっちの方がダメージ取りますね、やっぱりね。はい。いけます。ゴメちゃん素晴らしい。はい。なのでね、まあ、ゴメちゃん、今回使いました。使ってね、ここで戦ったんですけど、このね、バージョン 1.2 になったことにより、この、大の大冒険コラボがね、イベントがね、できるみたいなので、とりあえずね、センタービルの地下2階かな？まあ、そこに行けば何かしらイベントが進むみたいなので、まあ、そこに行って、まあね、まあ、何が起こるかちょっとわかりませんけど、まずね、ゴメちゃんが、これね、プレゼントなんですね。普通にやって手に入るモンスターじゃないので、これ V ジャンプ5月号かな？3月21日発売の、それのね、付録で付いてるモンスターなので、まだもしかしたら売ってるかもしれないんでね、まあ、本屋をくまなく探せば売ってるかもしれませんね。なので、まあ、バージョンが変わったことにより、もしかしたら、売り切れる可能性があるのでね、まあ、早めにした方がいいですね、これはね。まあ、それはいいんですけど、まあ、これで、まあ、ゴメちゃん、まあ、再生して、ね、使えることになったので、まあ、このゴメちゃんをね、ぜひ連れてね、そのイベントを挑みたいって自分思ってたのでね、まあ、作った感じだったので、まあ、このゴメちゃんを入れて、まあ、これでいいかな、メンバー的に。まあ、悪霊の神々メンバーもね、使ってみたんですけど、そうね、ピサロとかね、ゲマとかね、こうドラケ5パーティーとかね、実は自分作ってたので、ここでちょっと3日間休みいただいて、
作って、休みいただいてっていうかね、実況ちょっとね3日間休んでたので、それでね、配信した後にはね、いろんなモンスターね、いきなり配信できるようには作ってたのでね。なので、それプラスバージョン 1.2 なので、これ踏まえてやっぱり対戦動画もね作っていきたいと思いますのでね。でやっぱ数えたんですけど、リクエストモンスターね、ほとんどね、リクエストありましたね。なので、ないモンスター探すのが大変なぐらいリクエストあったので、お待ちいただければ、いずれはね、自分の見たいモンスターがね配信されると思いますので、それはね、ずっとやっていくつもりですのでね、長い目で見ていただければいいかなと思います。ということで、今回ゴメちゃん紹介でした。これは優秀すぎますね。すごい優秀です。これ自分のスキルのこの素早さアップ SP を、これね、守備力アップ SP とかに変えてもやっぱ面白いかもしれませんしね。そうすると一番下のビーストフォース SP が素早さ系なので、ここをね逆に守備力アップだから、マテリアフォース SP ついてるから、ここはいいので、回復系 パラディンとかね、やっぱああいうのもねあればね、やっぱり賢さ高くなってね、回復できるゴメちゃんとかね、呪文系のゴメちゃんできたり、AI の行動回数これ1回なんですけど、これをね 2,3 回とかにすると、逆に真ん中の素早さアップとかね、マテリアホースとかを変えてね、呪文系ゴメちゃんとかにしても面白いかもしれませんね。なので、いろいろな使い道ありますね。やはりね、ステータス高いと使い道あるので、どっちかといえばでもね、ディフェンダーな感じはしますのでね。でもどっちも使えるので、ゴメちゃんはすごい優秀だと思います。いいものさ手に入れたと思いますね。なので、今後も使っていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。